対メガキャノン聞かせてくれ。当ててみせるってね。かっけえ。うわ、なんだこれ、バカになってんの今。え、これスパロボいくつ？スーパーロボット大戦 X 最近の？かっこぐらい。なんかハイパービームサーベルだ。ギャッ。うわ、ちげえだろうな、もっとなんかやべえ、めちゃくちゃかっけえ。この敵何？いけー、入れろ、ヒマー。これ終わったら忍のダンクル高画面も見ようだ。こっちだって必死なの。なんかすごい。一気に行くぜ。あ、来た。タイミングキャノン。違うだろうが、偽物が。違う、これ偽物だ。こいつ偽物の声優。いけー、ハイメガキャノン。偽物だこいつ。いやー、カズ、ダブルゼータがみんなの力を、みんなの力がガンダムに、みんなの力がガンダムに。いけー、ハイメガキャノン。ほらほら出た、いけー来た、超かっけー。おい、バカ、一見ハイメガキャノンも言ってくれよ。今の見ようぜ。みんなの力がガンダムに最大出力で一見。みんなの力がガンダムに。かっけえ。最大出力で一見。やべえ、超かっけえ。これテンション上がるでしょ。俺だってダブルゼータに思い入れなきゃ何もねえのにテンション上がるもん。スパロボはこう演出がくるね。いや、俺のさ、うわ、めっちゃ強い、めっちゃ強い。いけー、ショー、当たっちゃう。分かってる、耳元で騒ぐな、じゃないのこれね。危ない、ショー、当たっちゃうよ。耳元で騒ぐな、じゃないの。あの、耳元で騒ぐことで有名なあいつはどこ行った。あいつ出てくる、チャム。おい、チャム出てくる、チャム。おい、チャム、久々に聞きに行くべ。耳元で騒ぐなって言うんだよ。ずーっと、もう俺後半になるとなんか接戦とかじゃねえから、こいつビル、ダンバインと、あ、ビルバインめちゃめちゃ鍛えてなんかすげえ強くなるから、それ接戦にならなくてずーっとその演出しか入らなかった。名を捨てた仮面の男だ。なんかショーかっこいい、すげえ変わってくる。チャームの声は、おい、ちょっと待って、あれ見ようぜ。なんだっけ、これのさ、あの、カブトコウジが欲しい。あ、でもまあまあまあ悪くね。てか、この BGM 何？強き者の、強き心の、ルン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 みたいな、これ何これ。俺の中で、デレッテン、デレッテン、デレッテってブラストファイヤー、デレデレデレン、ドン、ドドン、ドドンドン。あれじゃねえと俺気合入んねえよ。あ、昔のやつ。ちょ、昔のやつ貼ってくれよ。硬派じゃねえ。これグレートマズスーパーフィギュア3万いや、これじゃねえ。いや、こんなんいらねえ。嵐を呼べ、ルストハリケーン。ルストハリケーンな。よし、本家を聞きに行くか。これこれ、倒してみせるだ。ブラストファイヤー。これでしょ、やっぱカブトコウジが相手だ。落ち着く、こいつでとどめだ。俺の好きなセリフ来い。これでも食らえ。ジャッキーチェンじゃん。スキャリー。スキャリー。ちょまかすんじゃねえ。てめえにお見舞いするのはこいつだ。てめえの相手はこの俺だ。いや、でももっとパワーあったら邪魔なんだよ。使いっ走りには用はねえんだよ。ダブルスレーザー発射。できれば俺はもし死んじゃったら打たかしよう。ここがどこの地球だろうと、
侵略者は。あ、マキシマムレベル。マキシマムレベル。あれするわ。俺も今度からニコ生撮るとき、これ全部俺の挨拶するね。マキシマムレベル。シューから始まるわ。久々に聞くべ。マキシマムレベルシュー。リベ。ダンクホーだな。マキシマムレベルシュー。これダンクホー。クソ出るかな。射程9ぐらいある。攻撃力めちゃめちゃ高い。ただし命中率マイナス 5%。俺は知ってる。二人ダンクーケン、ダンカーケン、ダンクー高画面も見せてくれよ。でー忍ぶ、そんな演出だったんだ。愛の心に悪しき空間を立つ。これ名付けて探究工学園。これ毎回毎回この辺さいって本当にイライラすんのね。なんとかなんとかして悪しき空間を立つ、名付けて探究工学園やってやるぜみたいな演出が全部入るの。やってやるぜやってやるぜ、すぐやってやるからな、こいつは。もういいよ、この演出の高さ。絶対言うからな、あのセリフ。愛の心に悪しき空間を立つ、名付けて名付けてダンケン、ダンクー攻略権やってやるぜ、やってやるぜ。もうこれマジで、これスパロバあるあるなんだけど、ダンクーガのこの演出絶対覚えてる、みんな絶対やるから。どんな時でもこのセリフだけは欠かさない。もう熱気バサラもいるぞ。ちょっと待って、俺こいつ、俺これのせいでマジでマクロス嫌いになったからな。あんな、ああいうゲームだよ、みんな。もうあれだろ、今分かっただろ、ああいうゲームだってのやったことない人も分かっただろ。もうなんかさ、鉄砲出したりさ、剣で戦ったりするゲームじゃん。こいつが出てきてよ、すべてダイナマイトエクスプロージョン。ほらもうわけわかんない、これ歌であれすんだぜ、歌で。どんなやつに俺の歌を必ず届けてやる。必ず俺の歌を届けてやる。お前らにも俺の歌を聴かせるぜ。ショートするほど響かせてやるぜ。こういう風に聞かれるぞ。相手が高いだろうが関係ねえ、俺は歌うぜ。熱いハートを叩きつけてやるぜ、軍人さんよ。意味わかんねえ、お前歌うなよ。くだらねえ戦闘なんかやめて俺の歌を聴け。ほら僕おかしい、スパロボ批判してんじゃん。だってねえ、出てくるやつがスパロボ批判してんだぞ。やってたら下げるじゃん。俺が一生懸命さ、入り込んでさ、ダンクーガとかやってんのにさ、おめえそんなくだらねえ戦闘なんかやめて俺の歌聞けって言われたらさ、それアンチになるだろう。100年も戦争してる暇があったら俺の歌を聞け。もうわけわかんねえだろ。インベーダーだかなんだか知らねえが俺の歌を聞け。それで俺アンチになっちゃったの。ずーっとこいつなんかあるたんびに、しかも戦闘中じゃなくて、あの街中のイベントでもうるさい、俺の歌を聴けって言ってくるのね。それで俺マジで嫌いになった。お前なんで俺がおめえの歌聴かなきゃいけないんだ。受動アーシタダブルゼータガンダムハイメガキャノンフルパワー、これで締めようか。じゃ受動ダブルゼータ行くぜ。中心がとけてもいい、最大出力で発射だ。あ、言ってたね。なんか音圧が薄い。俺もっとなんか行けー、ハイメガキャノンみたいな感じだったぞ。偽物かあいつ、それか俺が本物を超えたか、どっちかだな。気づかぬうちに俺は本物を超えていたのかもしれない。どっちかだな。自分の中でどんどんその技術が上がってって、俺が本物を凌駕したか、もしくは偽物か。どちらかだな。超えていたのかもしれない。いつの間にか。いつの間にやら。